ご視聴ありがとうございます。今回からですね、龍が如くセブン外伝、名を消した男を、やってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらですね、11月の10日発売ですかね。はい、もうね、だいぶね、皆さんやられてると思いますけど、私もね、やりましたのでね、ぜひちょっとお楽しみにしていただけたらと思います。今回はですね、前回実はですね、龍が如くセブンをやった時っていうのが、あれ何で2020年か2021年だったんですけど、じゃあ私はこれで、はい、そこからね3年ほど経ちましたかね。お先に失礼しますね。はい、でその裏で、その龍が如くセブン、あれ春日が主人公でしたよね。であれの裏で、まあ多分ね、ほぼ同時並行だと思うんですけど、まあ、どんなことが起き、キリちゃんにどんなことがあったのかっていうのをやると思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。大丈夫か？はい、早速ね、キリちゃん出てきましたね。待たせてしまって、今店を出た女性を、車はまだか、なんですか、これボディーカードとか、急な追いつけだったもんでな、はい、お嬢様の具合は問題ない？2019年コロナの前ですね。了解、あと5分くらい。コロナの前でしたね、2019年ってコロナなかった。うん、ごめんなさい、ちょっと前のねお話になります。はい、時間がかかりそうならタクシーを。わかった、通りまで行ってみよう。はい、これは六本木なんですかね。祖父には内緒にしてくれます？ねえ、楽しみにしたんだ、これ本当楽しみにしてました。はい、先ほど言いましたけど、今回はですね、スチーム版です。龍が如く前回はねプレステ4でやったんですけど、うちすぐそこなんだ、タワマンの30階パソコン版です。はい、おいでよ、みんなで解放してあげっからさ。綺麗ですね、映像はね、パソコン版。おい、これプレステ5の方が綺麗なんじゃないですかね。無視かよ。どうも、僕がおさむくんでーす。はい、これ多分ね、もう間違いなく言えるのが、これチュートリアルのね、練習用の方々ですね。はい、後で好きなだけ付き合ってやる。何舐めた口聞いてんだ、おっさん。こういう人いるんですかね、ほんとね、六本木とかにね。トラブル発生。車はまだか。はい。到着まで3分。3分後に車が来てくれますけどね。なんかこの辺の緊迫感はなんかコールオブデューティーですね。なんかで、なんだっけ、龍が如くセブンはね、ロールプレイングゲームでしたね。いわゆるドラクエみたいな感じのコマンド系のやつでしたけど、今回はアクションですね。やっぱりキリュウちゃんの場合はね、どっかいいとこのお嬢様なのかな。大丈夫、うちの親もね、あ、いいですです。この手のやつはね、必ずチュートリアル系のね、子たちですよね。いいの、はい、練習用にね、俺らに手出したらただじゃ済まないよ。お前らも今回り右すりゃ無事に帰る。キリュウちゃんはね、手加減してくれませんよ。大丈夫ですか、皆さん。これから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。おさむくん、こいつやる気だろ。これもうちょっと明るくてもいいかな、画面ね。それにさ、恋ってのは障害があるほど燃えるもんだ。もうちょっと明るくてもいいかな。ちょっと暗いですよ。でもこれで、まあ、夜のね道でやってるっていうのは臨場感あるんでしょうけど、ちょっと明るいをちょっと調整したいですね、これね。はい、チンピラ扱いなんですね。はい、これね、チュートリアルですので、X で、あ、これね、ちなみにコントローラーでやってる、ですね。ちょっとね、これ、今日はね、ちょっと借り物なんですけど、Xbox コントローラーでね、やっております。パソコンにつながるとね、コントローラーでできますので、まあ、実際にキーボードとマウスでやった方が楽なんじゃねえかなって気もするんですけど、まあいいでしょう。はい、でこれね、チュートリアルのことをやるとこのステージクリアになるんですけどね、練習です。うん、でもね、これ割とね簡単だと思います。おさむくんとはなんか後に出てきそうですね、なんかね。彼ね、おさむくんってどういう字書くんですかね。おさむくんっていう字なのになんかね、悟ってないですね。収まってもいいです。あ、ガードの練習できましたね。これで構えて移動するのができますので、は
で構えて回避っていうのができますからね。あ、これで構えてるが終わりましたね。で次構えて回避ですね。で終わったらあとはもう適当に戦うって感じですね。今ねこれ上左上見ると竜モードになってます。これ多分ね堂島の竜って意味なんじゃないかな。これだからね、もしかしたらなんですけど、あ、そう、今回ね、なんか謎の兵器がありますね。ワイヤー。これスパイダーマンみたいなやつですかね。いや、面白いよ。あ、これできましたね。はい。はい、なんか繋がってます。あ、投げられるんですね。これ痛えな。はい。で、これとどめもできますね。あの、ワイでね。はい、もうこれはもうあとはもう敵に戦えば OK ですね。で極みとどめですよね、いわゆるね。これね、そう、もうちょっとね、実は時間があったらね、龍が如く6をやってから1をやりたかったんですよね。キムちゃんがなんでこうなったのかっていうのもちょっと思い出しながらね、で、だから広島かなんかに行ってましたね、尾道とかね、よくね、やりたかったな、6ね。今回ね、龍が如く7、外伝という形でね、スチームで売ってましたよね。ああ、いい車が。よせ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 、俺の車。レクサスなんでしたっけね、これね。マジかよ。あ、お前誰に手出したか分かってんのか。もう強がってますね。君もとんでもない人に手出したんだぞ。案外優しいんだな。はあ？自分がこれからどんな目に遭うかより俺を心配してくれんのか。いや、ちょっと待ってください。思い出しました。あなた、マルヒナって会社があるんですね。マルヒナってあの有名な商社か。どうしてそれを。去年祖父の誕生パーティーに来てくれましたよね。おじいちゃんは誕生日パーティーするんですね。え、もしかしてあなた荻窪幹事長のお孫さん。ええ、これはとんでもないこと。政治家さんのお孫さんだったんですね。今夜は留学先の中東の友人が日本に遊びに来ていたので初めて六本木に来てみたのですが、中東に留学するんですね。面白いですね。やっぱ大学もすごいところ多いでしょうね。中東の方だと、ね、僕らもたまたまです。歴史長いでしょうからね。本当になんとお詫びをしてよいか。いいえ、私もこんなに酔ってしまって。お互い今夜のことは忘れませんか。おー、なんかかっこいいこと言う女性ですね。私は今夜何も見ていませんし誰とも会ってません。私いいですね。こういうの大事ですよね。なんかね、トラブルをね隠すっていうのはね、隠し、綺麗な隠し方ですね。ありがとうございます。大人の隠し方ですね。すみませんでした。まだね、車に寝転がってる人がいますけど大丈夫なんですかね。気にしないで。そんなことより今はもっと大事なことが。具合悪いんですよね。お願いだから早くどこかで私を休ませて。おい、レロレロしちゃう可能性ありますよね、これね。いつまでかかってんだ。もうすぐ、あと3分。さっきも3分って言ってたじゃねえか。さすがの龍が動くよ。オートするシーンは出ないですね。気持ち悪い。オートするシーンなんか出せ、テレビ番組のあの一滴言うと水曜どうでしょうぐらいですよね、本当ね。はい、ですいません、これね、この後オープニングだったんですけど、オープニングはねちょっと歌が流れたので、すいません、ちょっとね、おつまみとはいえ権利関係の、ね、もう少し野菜は取らないとね、ものがありますね。いつでも俺を監視してるってわけ。多分ね、ちょっと音切ってくださいとかっていうのがあると思うんで、もう戻るつもりだった、はい、そのまんまに。そのまま切らせていただきました。もちろん疑ってなどちょっとね、 YouTube でももしかしたら上がってるかもしれないんですけど、ちょっとうちのチャンネルはねそこちょっと切らせていただきました。はい、ということでちょっとストーリー若干進んでおります。この車は禁煙ですので。
ごめんなさい、タバコ吸うシーンとか普通にありますからね。もっと吸っとけよかったな。キリちゃん、亜鉛化ですからね。シャバの空気を。いやー、ほんと美しいですね、映像がね。若干暗いかな、ちょっとね。大道寺って書いてますね。で、ここがね、どうもなんか、キリュウちゃんの仮の住まいみたいな感じみたいですね、今の。仮の住まいなのか、本住まいなのか分かんないですけど。お寺に普段住んでるんですかね。裏、後ろの方にはね、なんか、ご住職みたいな方いらっしゃいますね。これ、座禅組んでるんですかね、キリュウちゃんはね。あ、これがね、多分龍が如く6の最後の方ですよね。お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。仕事で不甲斐、女とか火を殺せ、撃ち殺せ。お、ありましたね、このシーンね。あ、これ多分尾道ですよね、あれね、広島のね。で、キリュウちゃんがね、撃たれちゃうんですよ、ここで。何でしたっけ、あの女性の名前忘れちゃいましたね。はるかちゃんでしたっけね。見えるかね、子供がいるんですよね。桐生一馬君、つい今しがた大道士稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。ああ、なんかちょっと思い出してきたね。6やっとけばと思う。誰だ。そこまでちょっと余力はなかったですか。私は政治家としてのイロハをすべて大道寺先生に教えられたもの。この人も政治家なんですね、だからね。口封じの賄賂ってことか。これでいくらぐらいですか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。あれ、一束1000万ぐらい。それを気持ちよく受け取ってすべての秘密を守るという。1000万ぐらいだから、それさえ示してくれればいいんだ。1億2000万ぐらい。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと。自分が何を言ってるのか分かっているのか。なめるなよ、命が惜しくないのか。まあね、日本の政治家さんは強いね。そんなこと言うんですかね。まあ、言いそうだけどね。やってみろ。いろいろ調べたんだろう。俺を本気で怒らせたらどうなるか。この人はあれですよ、登場界のトップもやったことあるんですよね。だってね。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何。あ、そっかそっか、そうかそうか。あ、やっといろんなこと思い出した。死亡届を作ってくれ。そうか、だから名を消した男なのか。そうしたら俺は一生消え続けてやる。そうか、なるほど、思い出した。キリュウちゃんは死んだことになってんだ。で、ここでですね、すみません、ここからが第一章、我流ね。桐生ちゃんはね、堂島の竜ですよね。今日もご精が出ますね、桐生さん。そう思ったんなら声をかけねえもんじゃねえのか。これしきり雑念が入るようでは修行と言えませんよ。なかなか手厳しいですね、花輪さん。この人はただの居候ですから、住職もどうかお構いなく。立派なお寺だね。しかしね、大道寺一派エージェント花輪さんって人です、ね、お気遣い
ありがとうございます。花輪さんもなんかあれですよね、モデルの俳優さんだね。あとで、ね、桐生ちゃんは上流という名前です。仕事ならこの間用心棒に行ったろ、荻窪豊の孫娘のとこに。何ヶ月前のことですか。もう時は結構経ってるんですね。あの荻窪先生は A した女性のボディーガードのところからね。呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。伝説の極道だったとはいえ、あなたはもう少し立場をわきまえ。伝説なんですね。ここでずっとタダ飯食べてるだけでは居心地も悪いでしょう。伝説か。あんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。伝説ってすごいですね。はい。大道寺実ってフィクサーが、どうもなんかゼルダにしても何にしても伝説だ神話だとか、政治経済を裏で牛耳ってきた歴史。そう、そいつらに仕返されたくなきゃ、今回も俺らはお互いに犠牲を払う必要がある。俺は自分の死を偽装して人生も名前も捨てた。あんたは今仮の名前っていう風になってるんですね。だただ飯食べてるだけ。上流さん、上流さんなんですね。多分コードネーム上流さんですよね。飯代以外に朝顔へ援助していることもお忘れなく。沖縄のあの児童養護施設はずっと資金なんですよ。児童養護施設で、だってそもそも変な言い方ですけど、資金が豊かなところって、あでもあんのかな、大手企業とかがねガンガン寄付してるとかね。子供たちが不憫ですよね。キルちゃん一生懸命カレー作ってましたけどね。なかなかいい勝負です。龍河如く3ですかね、あれね。仕事は年に数回の頼みです。それにあなただって我々に敵でないと示し続けた方がいいはず。約束とはお互いの信頼によって支えられます。お結構鋭いこと言ってますね。そして信頼は日々のコミュニケーションによって育まれる。はあね、コミュニケーション大事だね。ご心配なく。例によって簡単な任務ですよ。汚れ仕事でもない。これでもあなたのことは特別扱いしてるんです。敬意を表してね。うん、敬意を表して。さて今回の任務を端的に言えば、密輸の警護。密輸の警護です。その時点でもう違法に聞こえるな。元極道が固いこと。別に誰かを傷つけたりするものじゃありません。依頼主は某アジアの独裁政権下、某アジアの独裁政権下ってどこなんですかね。我々の目に某アジアの独裁政権下、その国独裁国ばっかりですよね、アジアってね。テロリスト、彼は日本で調達した。どこでしょうね、アジアで独裁国。自分の手元へ取り寄せたいと。独裁国家だらけだよね。そこで我々大道寺院派がその輸送を手伝うこと。大道寺派が手伝うんですか。そんな話で俺に何ができる。まあ聞いてください。なんかこのゲーム、でも龍河如くでルビー長えよな、確かにね、全体共に独裁者を認めず、セブンも長かったよな。だってこれ繋げたら一歩映画できんじゃねえかって感じですよね。この手の大掛かりな闇仕事を大抵我々に相談してくるんです。 CIA って何、これ外注すんの。有望な革命家の物すごいね。 CIA も外注の時代か。ただし日米が関与した証拠は一切残さず。すごいね、そんなんできるですね。ってのは大量の金塊です。今時紙幣でも仮想通貨金塊ってやっぱこういうのに使われるんだよね。本当ね、金塊はもうね。あなたの任務はその有事の金っていうぐらいですからね。警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局キリュウさんは持ち場に立っているだけ。そんな簡単なんじゃないと思うよね。絶対なんか戦闘があるよね、龍が如くってね。簡単なこととかね、安全とかって絶対なんかあるよね。もっと愛国心がどうのって集まりじゃなかったのか。だからその多分ね、密輸の現場で戦いになるわけですよね。随分俗な仕事をするんだな。ですがこれは大道寺の組織力あっての仕事でしたね。金塊の輸出というのは法律上限度なんです。そこを一派の有力者たちが、まあ、金塊ってね、確かにね、国内に
ある程度保有しておいた方がいいんだろう、ね、感謝を形にしてくれるでしょう。そうかい。金ってね、昔はね、日本たくさん掘れたのにね、あれあんだけ掘ったやつ一体どこ行ったんでしょうね。それが金って大道寺一派の力と絶対どっかあるよね。優雅に泳いでいる戦国時代とかにさ、江戸時代にあんだけ金掘ったんだよ、日本って。だって世界の財産の3分の1とかとかっていうね、説があるぐらいですから。さて、私は最近耳が遠くて問題ないようです。今も掘ったら出るんじゃねえのって思うけどね。気乗りのしねえ仕事だ。まあ、掘るだけのねコストに見合わないからやってないんでしょうけど、掘れば出ると思うけどね。あのオーストラリアみたいにね、お忘れ山ごと掘っちゃったりとかすればもし出るでしょうね。世間に桐生一馬が生きていたと漏れれば、我々は約束を破られたものとみなします。その時ペナルティを受けるのはあなただけじゃありません。そうだね、あなたが人生を投げ打って守ろうとした大事な、キレちゃんもすごい約束したね。子供たちね、その話は聞き飽きてるし十分分かってる。そもそも俺から言い出した約束だ。そうだね、先言い出したよね。分かっているなら結構です。では仕事の話を続けても構いませんね。まあね、大体こういうのってね、横浜だよね。ね、こういうのってね、横浜港ですよ。横浜港っていうのかね、今あれね。そうか、横浜港っていうのか。そうか。とはいえ、山下ふ頭とかね、新山下ふ頭とかって言うけどね。あれ、それを多分総称して横浜港っていうのか。物を船に乗せるまで1キロ四方にいる者は全員グルです。ああ、そうですか。彼らも大道寺のエージェントたちです。これでも横浜の港のあたり行ったらもうこんなとこたくさんありますけどね。あの本木から秘密の取引なんだろう。鶴見の方とかその割に警備が多すぎね。すごい量のコンテナですよね。クライアントの手前しっかり仕事して何入ってんだろうね、なんかねって思いますね、いつもね。俺らはそのいろんなもんね、日本にね輸出してね、輸出してくれてんだよね、外国はね。日本も逆に輸出してるもんあるだろうけどね。連中は俺のこと知ってすごい、これだって。いえ、多分これ世界基準なんだろうね、これね。知りません。彼らもお互いコードネームで呼び合っています。どこ行ってもあの形だと思うんだよね。だからみんなああいうふうに、なんかこうキリンっていうね、あの機械でね運んだりとかできるんだもんね。今キリン映ってますけど、あの赤く光ってるやつなんかすごいよね、これ。周囲を見回りするっていうけど、これ変なとこ行ったら怒られるんじゃないのって。これカメラですね。これまだ一回も使ってないですよね。ちょっとね操作にねまだ慣れてないんでね、変な動きするかもしれないんですけどね。ちょっとまあマップはこんな感じですね。で向こう、あそこの光ってるとこに行けばいいんですね、とりあえずね。そうすると多分ね、なんかね喧嘩売られると思うんで。すごいよね、コンテナってね、ほんとすごい。おい、どこに行く気だお前。港で働いてる人たちなんて、これみんなね、もう屈強な人ばっかりってイメージですけど、どうなんですかね、実際はね。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。わかった。やっぱあれだな。昔どんだけ偉かろうが、年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな、んな大きい声で言っちゃう。桐生一馬、東条会の元4代目会長。今の東条会の会長ってあれなのか、大悟。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、ね、実は俺も一枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした、あれ大悟出てきたっけね、生ね。竜王ごとくセブンでね。俺たちは今同じ組織に。どうだったかな。たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際なんか出てきたような気がするな。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。今回出てくるのかな、大悟とかね、真島さんとかね、楽しみだね。例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何かな、
持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。あ、これもね戦闘ですよね、分かりやすいですよね。どっちでも構わない。これもねチュートリアルに近いなと思うんですよよし、そう来ないとな。お前相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。少しは手加減してやれ。いや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 、道島の竜ですよ。相手はもしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい。強いよこの人は。本当に本当にそうだ。よしいいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチからいくか。間違これ本当に右のパンチから来るのかなと思ってちょっと警戒しちゃうんですよね行くぞ行くぞっていうのはこれ桐生ちゃんの技ですけど、声ですよねこれね。はい、ヒートゲージ、ヒートアクション。ああなるほどなるほどね。はい、ヒートアクションね。これもうボコボコじゃないの、ボコボコじゃないよ。これヒートアクション、ヒートアクションできない。あーヒートアクションだ。これなんていうの、エージェントな、何やすっていうのこの人、すでに読めない名字が出てきたね。あ、ワイワイワイ。あ、終わりました。道路のど真ん中でね、こんなタイマー張ってたんですよ、今これ。くそ。おい。何やタイマーじゃなかったのか。ボサッとすんな、この野郎ぶちぶち。おおおお、警棒出してきてんの、どう出してんじゃないの、うん、聞いてたより楽しい仕事じゃねえか。エージェント、はい、アルティメット。あ、これなんだっけ、バトルスタイル変えられるのこれ。うわ、ポコポコじゃない。道具は何これ、警棒とあれなの。あ、棒だね、鉄パイプだね。鉄パイプ今回使いやすいね。あ、終わっちゃった。鉄パイプの音がカランカランとかしてたね、これ。なんかちょっと虚しい音になってましたね。バカな、この人数を。そうなんだ、ね、キリュウちゃんすごいんだって。でもキリュウちゃんも歯入ってるよね。お楽しみだったようですね、皆さん。キリュウちゃんちなみにこれ年いくつなんだろうね。そろそろ持ち場に戻っていただけますか。幸いトレーラーの到着が龍が如くゼロの時に。皆さんのおたわむれには立ち前後でしょ。手をつむっておきますよ。立ち前後60近いんじゃないかな。もうね、あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。どうです、合理的な敵を無力化する。本当に強い。ストリートファイトよりスマートでしょ。寺ごもりの暇つぶしに覚えただけだ。寺ごもり、今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは。喧嘩を生きがいにしてきた、ね、だったら余計な口挟まねえことだ。以後気をつけましょう。お、で、これでストーリーがね、若干進みますね、これでね。この話になりますね。上流。あ、で、こっからですね、声じゃなくてね、こうやってテキストになりますね。カタログ。ん？ええ。あ、そうだ。なんだっけ、能力上げるのに、またね、例のごとくお金ですね。はい。これは龍が如くゼロに似てますよね。いいね、俺の素性はもうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません、外部に漏れさえしなければ。外部に漏れなきゃしなければ。大道寺って組織を過信しているように見える。組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも登場会を。登場会ね、今どうなんでしょう、登場会。2年前にこれもあれだね、龍が如くセブンで言ってたね。都知事は産経作戦と銘打って。
あ、なんだっけ、留学セブンなんか、市民団体みたいなの出てきたよね、あの、今ではなんだっけ、ブリーチジャパン、あれ出てくるのかな、あいつらまた。神室町を乗っ取っています。おやすさんじゃん。その引き金を引いたのは、東上会の一幹部に過ぎなかった。荒川真澄。おお、荒川真澄いたね。たった一人の裏切り者によって崩れた東上会。中井貴一さんやつだね、これね。本当に脆弱な組織でした。そうだ、今、近江連合がいるんだ、学ばせていただきましょう。一応言うと10帰ってくる。そうだそうだ。ああ、なんかそうだ。本当思い出してきたよ。てか自分の動画見ればいいんだよな。あなたが組員として人生の大半を捧げた。自分の過去動画見ればね、大体わかるんですよね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちね、登場会。登場会と切り離せない人生を。そうか、今壊滅しちゃってんのか、登場会は。それが煙みたいに消えたなんて。海連合、どう言われても実感が湧かねえ。これなんか関西に行くのもありそうだね。なんかそうするとね、うん、ヤクザが大っぴらに生きていける。あとあれですね、あのそうだ、龍が如くエイトがね、あなたがいたところで、出てくるから来年かな、来年出ますんで、それまでで、ね、ちょっと終わらした方がいいですね。今関西からペースだと大丈夫かな、終わらない気がしてきた。なんか急がないといけませんね。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです？確かに何の慰めにもならなかった。この人もなんかモデルの俳優さんいるんですかね、花輪さんっていうのもね。あ、トレーラー入ってきましたね。まあ大体ね、こんなね、そんな楽な仕事じゃないっていうのはね、なんとなくわかります。予定より10分遅れた。了解しました。周囲に異常。トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？ワゴン車です、ね、トレーラー以外にも車が。ああ、くどいバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。お、これはまあ大体こんなね、素直に止まってくんないですよね。神打ちって書いてましたね。トレーラーが突っ込んでくる。止まらない。あららら、あらら、なんか乱暴な人が出てきましたね。火炎に投げるってのはもうないからですよ。予定と違う曲か。おい、こいつはなんだ。あら、強そうだね。もうなんかラスボス感ありますか、こいつ。なんかいきなりだって、この金属バット持って歩いてる人なんて、あれですね、真島さんぐらいですよ。コンテナに物はなし、取引は中止。繰り返す、取引中止。現場にいる者は即時撤収。ね、金属バット相手にあれですね、警棒で戦えるんですね。あれ、消えちゃうな。お、上等だ。これは戦闘ですね。戦闘ですねって言わなくても戦闘ですよね。あとね、謎の男たち。あれ、今回いるのかな。あと留学特セブンで言うと、なんだっけ、なんとか図鑑の人、スジムリ図鑑の人いるかな。留学特セブンの要素ちょっとちょいちょいあると嬉しいですね。はい、グルグル相手に行ってます。どう思ってんだからね。キルちゃん素手だからな。あ、でも金属バット持ってるかな。金属バット持ってますから、キッチャー出ちゃなくなりましたね。そりゃそうだよね。おーおーおー、相手もう殴ってきたよ。あ、もう金属バットねえよ。あ、終わり？あれ？あらららら、まあいいや。ダメだよ、道具はさ。まあいいや、小浜の港でさ、こんなこと起こるんですね。
俺先に殴り合ったけど腹やだ。犯人の人やだ。もうこれこの人角材だよ。兄貴、こいつが花輪です。もう明らかに筋もんですよね。おい手貸せ、行くぜ。関西弁ですよ。関西弁ってことは近江連合なんじゃない。お、花輪さん拉致をしますよ。やめろ、そいつやな。よし、乗せろ。花輪をさらうのが本当の狙いだったのか。目だ。でもなんで顔隠す必要があるんだろうね。そのための茶番。あ、でも一人もね、あってお面つけてたのね。何者だ。ね、やっぱね、近江連合の人だから分かるんだよ。一体何が。考えるのは後だ。立てるか。奴ら私をさらおうとは。でもなんで。花は自分の身は自分で守ります、うん、花尾さんってのはやっぱちゃんとあれですね、道具出しました、ね、よく言った。そこそこ強いんだろうね。あ、まだ戦闘続くのか。これでももしかしたらパソコン版だからこれロード早いかもしれないな。プレステ5版だとどうなんですか。お、強い。強い。若干ヒットポイントの距離がね、他のザコと違いますよ。なんかね、2、3回叩いたらなんかね、こう倒れちゃうような人が違うな。あ、これこんなサイドなんだけど A だけ強かったよ。おい、お前ヒットポイント大丈夫かな。これ鼻は倒れちゃったら多分これもう一回やるらしいですよ。あ、でも大丈夫かな。鼻は強い子か。大丈夫だな。 F こいつらは名前がないんだな。かわいそうな。おこいつ武器使って多いんじゃないかな。あ、もう鼻くん大丈夫だな。あと1人だけだ。こんな感じなんだね、今回戦闘ね。まだまだ大丈夫だね、うん、回復アイテムとかないもんね、だってね。ハンニャのお面のやつちょっと気になるよね。あいつ何者なんだろうね。それいねえじゃん、ね、時間切れ。ワゴン車のやつ逃げてったね。まあなかなか派手なね、第1話になりそうですねこれね。大丈夫か花は。生きてるな。ええ、いやいやいや、ちょっと面白そうな展開ですよね。それより我々も早くここを脱出しないと。一生、一生はまだまだかかりそうですけどね。なんでこの一生ね、何分割かでね、ちょっとお送りしようと思います、ね、見られるわけにはいきません、はい。ちょっと区切りがいいのが、ね、そこまで頭が回ってるよ。ここでね、ちょっととりあえず第1話は終了させ。賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死なら、なくなっちゃったよ。何、うわ、そうですか。それはちょっとやだね。ガンガン火ついてんじゃん。大丈夫かよこれ。はい、というわけでですね、とりあえず第1話こちらで、終了となります。続きはですね、また後日、やらせていただきますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。